次はね、何しようかな。ちょっとどっちの動画にいるか分かんないけど、話忘れたなっていうのが、アップデートはやっぱしてほしいとか必要なのかっていう話と、これ今のスティーブがさ、スマホをベヨネットとか X メダイトと比較されるじゃん。でそのゲームを超えたすごい、まあ、ぶっ壊れキャラみたいな人たちと比べて、今のスティーブってどうなのかっていう話はちょっとしたかったかも。うん、アップデート俺はいらないっす。ああ、じゃあアップデートの話はする、うん、アップデートいらない派か。なんかスティーブ強いとは思ってるけど、単純にアップデートあんま俺好ましくなかったんで、わかる。いや、わかるけど不公平すぎない。だってさ、うん、それこそ03とかさ、いや、まあ、今考えるとさ、このスティーブのとか考えると、うん、ゼロサムとかパルテナのさ、空中攻撃の着地数が2フレ増えたから耳ってすぎない、やってることが。いや、そう。そうし、なんかニエトーさんがピチューめちゃくちゃなナフ食らったのに、うん、DLC2 めっちゃ強い強キャラたち出て、うん、ほぼノータッチで調整終わったの辛いとかも言ってるのを見て、うん、まあ、いろいろね、やっぱゼロサムも使ってるし思うところはあるけど、まあ、俺は不公平っていう意味では、はいはい、あのやった方がいいと思うんだけど、一個人としての完全な気持ちで言うと、いらないと思って。いや、もう同意だ。じゃあ、うん、そう。アップデート好きじゃないんだよ、やっぱり。やっぱ俺も、うん、もう出た瞬間から何も買わなくていいと思ってるから、うん、基本的に。ないって言われて嬉しかったぞ、これが最後の。わかるわかるわかる。やっとなんか人に取り組めるな。いちいち意見言うためにね、なんか政治があるの冬会だったから、ね、冬会だね。どういう目線でアップデートを捉えるかによって、そんなのね、政治だろうけど、ディスカッション始まる。問題はアップデートしちゃったら多分不幸になる人間はいるんですけど、得をする人間多分いないなって思ってるんですよね、はいはい、それでユーザー増えるわけないじゃないですか、そうだ、ね、弱くしたとして。確かに。そう、スティーブ使いはスティーブを辞めてスマブラ辞める可能性があっても、スティーブ辞めたからっていう理由でスマブラに戻る人がいると思えないんですよ。まあでもその留飲が下がる可能性もあるよね、スティーブに嫌気をさせる人が、うん、そう、スティーブもちゃんとその罰を食らったので、まあまあまあ復帰しますよね。そう、まあ、復帰はやりしなかったか。復帰は結構すごいけどまあでもあのちょっと持ち出したけど、またやろうかな。まあ復帰、まあ、でも結構それはあると思ってて、僕のメンバーシップの人で第1弾 DLC の時の環境ではすごいサムライやったけど、2弾 DLC で心折れちゃった人は結構いっぱいいます、ね、結構いる。でもちょうどバロラントが流行って、もうバロラントが流行って、そういう他のゲームがたまたまなんか熱上がったからそっち行くみたいなのも要因としてあるって思ってるし、ね、けど、まあ、その根底にはやっぱスマブラは、まあ、なんかこの相次ぐ化け物で慣れちゃってっていう。結局だからスティーブ弱くしたところで他のキャラの名前上がるだけな気がするんだよね。まあ、まあ、それはそうね。あ、まあそれはそうだね。うん、で次じゃあ褒めるかみたいな。俺は昔から結構そう言ってるんだよね。だってさ、うん、ゼロサムパルテナバリオジョーカーが強キャラたちですごい良かったなみたいなさ、哀愁に浸ってるみたいな人出た、いたんだ、いたのよ。あの頃は良かった。そう、あの頃は良かった。だけどさ、振り返ってみるとさ、登竜門のコメントでも見てもさ、もうゼロさんも死ぬほど高かったじゃん。クロが優勝した時も結構言われたって言ってましたよ。そう、俺は必死に努力してるんだけど、まあやっぱゼロさんが当時強キャラだったのも事実だから。そう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 、ワリオとかもひどかったっすよね。そうだから結局、まあ、何が言いたいかっていうと、なんか後から振り返ったらあの時は良かったとか言ってるけど、結局その時はその時で不快なキャラみたいなものはやっぱいるわけで、で、そのターンが今、まあ、スティーブとかカズヤとかに回ってきてるけど、だからってそいつらを弱くすところで、ライさんがさっき言ったように、結局誰かがまた上に行くだけで、そう、次はロボとかね、そう、テレビに叩かれるだけの、そう、話で、それで言うとさ、じゃあ今度、それに対する反論として、いやいや、スティーブとかカズヤはスマブラをしてないじゃないかみたいな話はあるんだけど、そう、スマブラをしてるって何なのかって考えるとさ、スマブラしてないキャラなんてさ、そのあなたが言いそう、あなたが言うスマブラしてなさそうって、しないっていう基準に、叶うキャラは他にもいっぱいいると思ってて、スマホからパックマン嫌いだったし、スマブラしてないっすね、確かに、うん、そうだからそういうキャラがもう元からいる時点で、別に何がどんなキャラが上に行ったって、別にそれはしょうがない、それが出たものがスマブラなんだろうって思ってるから、スティーブがスマブラしてないとか今更は思わないし、まあそういう意味ではいらないかもしれないと思うけど、まあ、明らかに不公平感はあるなとは思う。アップデート回数が何違いっていう、マルタとかゼロサムが受けたアップデート回数と後期に出たやつらの、まあ、メンメとかまあまあ受けたじゃないですか、うん、けどもそれ以上に後になっちゃうとやっぱりアップデート回数足りないなってのは、まあ、当然あるんだけど、うん、まあ、個人にちょっと議論したことがあって、正直オンラインのゲームバランスは良くないと思ってて、あ、非常に悪い、うん、はいはいはい、てかそれに関してはコロナ禍がマジで悪くて、まあそれはそうですね、全部オフライン基準なんですよ、スマブラのバランス調整って。それが僕の議論したいポイント、オフライン基準で調整すべきなのかっ
ていう。うん、そもそもね、うん、だって人口オンラインの方が爆発的に多いじゃないですか、うん、その e スポーツとして出来がいいゲームだとは思うんですけど、ライト層にとって苦しいゲームになっちゃったなっていう気持ちがあります。そもそも公式機能である VIP があんまね機能をしないというかさ、カズヤとかばっかり、そう、そこのについての調整の、だから調整の回数とか内容っていうよりは方向性、どこに基準を置いて調整したのかっていうところに疑問がちょっとありますね、はい、ちょっとあれですけど、そのビジネス的な話をするとさ、うん、もうここから先調整する必要はないわけじゃないですか、全くないです、全くないです、一切金銭的価値はないわけじゃん。そう、だからもし新作が出るのであれば次オンライン基準で調整してほしいなという気持ちはちょっとありますね、個人的には。オンライン、オフライン基準で調整した時にオンラインで強くなるキャラっていうのは真面目なやつが損する世界になっちゃったなと思うんですよね。その頑張ってターン継続とかっていうパワーが弱くて、難しいことでトライしてる連中が弱くて、それは SP のゲーム性だからっていうのはあると思うけどね、まあ、オンオフ関係なくね。そうそう、いや、ただ、その、カービィとかガオガヤみたいな、ああいう系とかどんどんオフに合わせてパフされるじゃないですか。うん。その時にオンラインでちょっと強すぎるやん。まあ、そしたらっていう。まあ、現状でカービィとかガオガヤがそのオンでめっちゃ強いとは言わんけど、うん。そしたらゴリラキャラになっちゃうやんっていうね。オフだったら確かに一生懸命ターン継続して勝とうよって言えるけど、オンラインでじゃあそれをライト層に言うわけってなったら、俺は言いたくないから。いやー、わかるな。いや、それは大変すぎるでしょ。いや、なんかメンバーの方で真面目なキャラ、真面目なキャラって、実力がある程度まだ低いところで、真面目なキャラにトライしてる方がいて、そういう人にこういう戦い方をしましょうって言っても、オンラインがやっぱり言ってるように酷だから、初心者武器キャラなんなのみたいな話の時に、まあさすがになんかルキタとかビットとかは言わないじゃないですか、けどさ、今とあったね、一昔前はさ、パルテアとかウルフはさ、まだ言えたと思うんだよね。けどそこからもうパルテアとかウルフでも地獄だなって俺なんか結構思ってて、俺も思ってる、まあ、なんかネスとかヨッシーとかもうちょっとこう何かしらキャラが助けてくれる要素が多いキャラじゃないともう推奨できない、ね、世界になっちゃったなって思ってて、それはなんか初心者のキャラピックの幅的にどうなのっていう、初心者向けのキャラの話をしたいんだけど、はい、ロボットやっぱいい感じだったよね。ロボは相当いいっすね。そう、笹坊さんとのコラボで一緒にやったんだけどさ、うん、ロボットはいいっす。ロボットいいよね。いい喜んでるわ、もう大納得、大納得で、なんでそんな納得してくれるの。やってることの飛び道具プラス置きの形が正しいってのがいい。まあそう、うん、ロボットは最後まで弾プラス置きでできるから簡単なことイコール正しいことだろう。単純に弾ないとさ、うん、本当に上手くないと勝てないからさ、シンプルに弾と置きがちゃんと機能してるのってルフレとロボットとサウスぐらい。リンクもまあいいんじゃないですか。あー、リンクもいいね、うん、リンクも上の上の形が結構新しくていいなと思います、うん、俺クッパ派閥だったんですけど、やっぱ弾必要ですか。クッパはね、あのクッパの勝ちパターンにはめられる相手を前提にするんだったらめちゃくちゃいいキャラだと思うんだけど、ダッカートに逃げ回られたりすると結局やっぱ無理なキャラが結構ね、うん、どうしようってなって折れる可能性が高いなと思う。確かにな、まあ、でも珍しく必殺技だけで完結できるキャラではある、クッパは。 NBまあ、NB 横 B、普通に優秀だからね。本当にだから乱闘から始めましたみたいな人が次入りやすいキャラなのかな。あ、ね、必殺技をやっぱり初心者多く使うっていう。そうそう、あの反転技出せないんですよ、スマッシュになっちゃうから。横 B が強いやつは強いんだよ、初心者目線で。クラウドの強切りみたいな、ね、そう、クラウドはだから相当強い。なんか俺たちの思考があれだけど、今多分オンライン結構バリバリやってる人に初心者向けのキャラとか聞いたら当然スティールとかゼなんでしょうね。あ、初心者の定義次第かもしれない。 VIP 行った人が次何使うってなったら、カズヤのスティーブが強い、ね、間違いない。俺未だに財布出ないよ、俺って。むしろカズヤ敷居高くない、ちょっと。そう、そんなの、うん、結構いや求められてることは結構なんかスマブラに当てはまらない感じはするんだけど、いや、スティーブも結構むずいと思う。むずいはむずい、まあブロックが少なくとも使えない。いやでも確かにそれで言うとちょっと俺は今ホッとしている。もしかして初心者向けにスティーブが活躍だったっていう、そういう時代が来ちゃったのかって俺はちょっと今思ってたから。ホムラがやばい。ホムラはめちゃくちゃ今多い。プレゼントは TK ファイヤーなのよ。いや、まあ、そうね、上位互換、 TK ファイヤーやったら上位互換長い TK ファイヤーで、やっぱさすがに耐久性能もある。やってもらったけどやっぱプレゼント受けれないわ、初心者は。そうそう、ジャンプで受けるって認識がない。まあでも復帰面が大きく怪しいじゃん、怪しい。ホムヒカはで復帰の第一さもやっぱさ、笹坊さんに教えてちょっと思ったよね。ロボットはマジでいいよね、うん、ロボットとか、キンクルとか絶対事故ない。そうそうそう、うーん、あーそうですね。ああいう系のキャラは
だから本来腹筋弱い強くはないんだけど距離は絶対出るっていうのはやっぱり、あのそれで言うとピットとかパルテラも弱いです腹筋は。初心者からしたらウェビーのあたりあのカーソルを動かさなきゃいけない、はいはい、ウェビーだけで完結するやつがいいんですよ。あ確かにウェビーで上行っちゃうもん。そうそうそう分かる分かる、まあ、ピットはなんかジャンプ畳んだからまだマシだじゃん。いや、崖の下に行くって行動覚えるのは強いけど、大体ね、人は横から帰ろうとするから、あそう、そう、難しいんだよね。で、上見して、こうして、こうして。で、崖に到達するも殴られるみたいな。あ、だからそれで言うと、デレデレも結構強い。あそう、だからデレデレは俺もおすすめしてる。そう、相当強い。以前、対談でカイトさんとも喋ったんだけど、まあ、大体デレデレとかロボットとかいい感じだよっていう。あと、ピットとかクッパも、まあ、いいと思うんだな。ピットはちょっと不安定ことだよね。まあちょっと不安定、まあ、どちらかというとスパルタ寄りですよね、シンプルに。あ、そうだね。スパルタ寄りの初心者向けキャラがいるんですよ、うん、ルキのってことでしょ。ルキのマジスパルタ寄りですよ。次の話いくか。はいはい、まあ、上達論ね。上達論だね。まあアコーラさん、これもアコーラさんからはしたんだけどアコーラさん筆頭に、まあ、特に今前スマトップでも最後吉田ヘローだったり、うん、まあ、アスモさんが台頭してきたりとか、オンライン勢が強いと。でそれに対して、まあ、視聴者からしたらやっぱりオンオフ違うなんていうのはいいわけだとかいう意見もあるし、俺らプレイヤー側も上達するにはもしかしたらやっぱオンライン真面目に取り組まなきゃいけないのかもっていう論点を持ったことは多分みんなあるじゃん、うん、その結論はいい。さて俺ら地味にスマメイトやってスマメイトやってるじゃんって言ったら気知るかな。なんちゃんでもよく当たる。なんちゃんが決まってるじゃん。俺結局この2シーズンぐらいしかやってないんですよ。あそうなんだ。結局まあ俺もあれだよ、無職の期間やってただけだから暇もございまして、すべて更新3シーズンぐらい俺も言うてあんま変わんないと。まあ、なんちゃんが、まあ、一番多いおびただしい量やった時期やったよね。なんか、ラケットに入ってさ負け続くと過失ツイートするよね。プロ踊っちゃうから負けたらプロ踊っちゃうから関係ないけどさ、あの過失ツイートってさ、ま、負けた瞬間にもうやってるよね。負けて横になって5分ぐらいこうやってはいだったはずに、はい、あよくできる。俺やっぱね最近スマメイトやっててさ連敗することあんだけど腹立ってできないよ。なんか勝ってからじゃできないと思う。あれいや連敗してでも勝ってツイートするのマジで連敗して終わってあ勝つ勝ってそういうことだよ。連勝ツイートすること。連勝ツイートやばせえよ。連勝ツイートウィニングラン。やってほしい、ほんとに面白すぎる、さすがに違うんだけど一喜一憂してる状況が見たすぎる。まさに、さっき八木さんが言ってくれたやつでちょっと勝って、負けた時のことをツイートする心躍るでね、心躍りアンコールが分かる。音楽は鳴り続ける。音楽は鳴り続ける。まあ、なんちゃんが一番強い2番目が僕ですよ。ああそうで、ライチさんも多分やる時は俺と同じぐらいやってると思う。なんか前、戦績というか、あ、やってない。ああ、今期ちょっとだけやってますね。ああ、今期だけ今期だけ久々にやりました。ああ、じゃあ俺と同じぐらいだ。うん、じゃあこの2人、この2人、うん、下にこの2人みたいな、うん、じゃあやってる人から聞くか。なんちゃん、はい、まあ正直ベース結構むずいと思うんだけど、うん、オンラインが大事だと思うか思わないか。キャラによるけど思います。ゼロサムだと多分オフの立ち回りでゼロサムを使ったら大体1800から1900ぐらいが、うん、俺の中で関の山、うん、で、はい、いけたらもう、はい、あ分かる。オンライン正直やらなくていい。あそのライン分かると思ってて、リリーだと逆にどこまでもやっていいと思ってるんで、うん、本当にキャラによるのかなと思ってます。あとまあ相手の周回でもそうだよね。まあシンプルにさ、まあオンでこいつとやっても意味ねえなみたいなキャラは結構いますね。リンクとかね、まあ、あるよね。俺も前作スマホのフォックスで1900がそのラインだったの。ああ、はいはい、1900は絶対いかないと優勝できないって。逆に言えば1900いければ優勝できると思ったの。奇襲さんじゃその辺、まあざっくりでいいや、そのオンラインが大事やと思う。まあその今のオフの大会シーン見た時にやっぱ強い人はあまりにも多いなと思ってて、それに対応するためにやっぱスマメイトっていう雑多に対戦できる環境必要かなっていうふうに思ってる。アコーラさんの一番すごいところは対応力だと思ってて、やっぱ2作3作の中でつかみを通す場所がもう明確に途中で見つかってるって感じが、うん、2作で勝ち続けた人間の力だなって思ってて、2作で対応しなきゃいけない環境で勝ち続けたっていうのがでかいと思ってて、今オフで勝ちたい人が
例えば今将軍さんのなんか連日フリーやらせてもらって将軍さんに対する勝率を上げたところでトップ8でいけるわけないと思ってて、対なんとかをいっぱいやらないと、それをやっていかないと勝てないなと思ってて、そういう意味でオフ勢がスマメでやるときも重要かなっていうふうに今はちょっと思ってるって感じだね。結構まあじゃあ俺も並びじゃない、結構考えは近いと思ってて、対何々で86キャラいるけど、どっちかというとそれももちろん大事なんだけど、対戦人数、はい、対戦回数じゃなくて、うん、対戦人数ってすごい大事だなって思ってて、うん、それは言った理由は一緒、それが一番育みやすいのがスマメイトっていうのは間違いなくて、うん、でもちろんオンフは多少やっぱ違うのはもう事実としてあるし、それによってゲーム性は若干違うけど、その対戦回数でひたすら経験積んでる人がやっぱそれを上回るぐらいの力をつけてるっていうのもまだ事実だと思ってるから、それはすごい自分の中で重視してる部分だね。でどっちかというと俺は対戦人数が重要、もちろん、まあ、キャラもそうだけど対戦人数が重要だと思ってるから、なるべくそれがオフでできるような環境を作りたいなって思って今やろうとしてる。なんかでも似てますね。あ、そう、うん、その人数じゃないですけど2000以上行ってる人に初見でやりたくないなって思うことが結構あって、あ、大会シーンで、はい、なんでそのラインの人たちといっぱい対戦できる環境は放っておくのはもったいないなっていう、うん、で、まあ、やっぱ赤さとかに聞くと、赤さどの人でも知ってるんですよ、情報。どの人知ってるって言ったら赤さが全部教えてくれる。データバンクで。そう。スマホのデータバンク。キャラから、レートから何から全部、Twitter のプロフィールから全部知ってるから。あの人強いよな、そう。そこまでとは言わないけど、なんかやっぱ事前に知っといた方が、後々対戦するときにこっちも手札を用意しやすいなっていうのは思いますね。なんで、まあなんかその、オンオフが、別ゲーということではないけど、やっぱり違うところは違うので、当然それはそうだし、卓のパワーとかも変わっていくのは当たり前なんだけど、うん、とはいえその人がこうどういうことをやってくるかとか、どういうことに気をつけなきゃいけないのかっていう、どういう戦術で来るのかみたいなのは見えるところあると思うから、そういうのを体験する、蓄積するっていう場所として、うん、まあ、オフ勢がその人をやった方がいいんじゃないのかなとはちょっと思ってますよね、うん、単純にコミュニティがちっちゃかった頃って上位勢は固定化されるみたいな時代が、うん、まあ、結構長かったと思う。ありましたね、特にコロナ禍前。そうだね、スマメイトっていうそのオープンな環境があって、なんかすごいね、俺競技的に今のその状況がめっちゃ健全でいいなって思ってて、誰にでも開かれてる場所で誰もが強くなって才能がある人はどんどん伸びていくみたいな、うん、それこそまさになんか競技的じゃん、めっちゃ、うん、いや、ようやく動いてきたって感じがしていいっすね。あ、そう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 、それこそアメリカに行ったアコーラ、アシモなんて、うん、最近伸びた、うん、で、2人がアメリカすぐ行って2人とも結果残して帰ってきたみたいな、めちゃくちゃ喜ばしいことじゃないですか、そうそう、界隈的には。だからオン勢オフ勢っていうくくりで見ると、やっぱり俺はそこで戦ったらそのオフで普段やってる人は勝ってほしいと思うけど、一方でなんかオンラインの出身のプレイヤーがすぐ勝ってるのは、だから業界全体で見たらめちゃくちゃいいことだなって、うん、誰にもチャンスがあるっていう裏付けになりますからね、思いながら見てる、うん、まあいろいろ、うん、まあ、もうオンラインオフラインの話はもうこんな感じでもう二転三転していいから、どんどん思ったこと言ってみよう。それで言うと、うん、やるべきかやるべきじゃないかっていうのは明確に目標を作るべきだと思うんですけど、うん、その初め SP から始めた人は絶対スマメイトやった方がいいと思うんですよね。僕らはそもそもスマホを経験してるからキャラ対楽してるんですよ、結構。分かる、常に。いや、結構スキップしてるよな。そうそう、メガメガとかね、そう、なんか前作のノリでも一気になんか感覚を持っておけばいけるキャラがいくつかいて、うん、そういう経験一切ない人からしたら、ベオベッタとかディディとかも地獄よ。ディディやばいっす。いや、そうだね、やばい。そういうのが結構影響してるから、SP から始めた人は絶対なんかもうオフ至上主義とかそういうの関係なしに、いっぱいいろんなキャラと対戦できる環境に身を置いた方がいい。あ、分かるな、なんかそうだね。SP から始めた人でやっぱオフに結構染まってる人ってさ、うん、どうしてもオフ上位勢のさ、こう影響受けがちじゃん。そうす。そう。だから僕らが配信とかでやっぱりオフだわっていうのに影響されちゃうのも、うん、過ぎちゃうのも良くないなっていうのは、うん。なんだけどなんか明らかにその人の試合見てみると。この人絶対いろんなキャラに勝てないだろうなって分かるじゃん。うんうんうん、なんかそれすごい感じること多いわ。でも本当にそういう背景はあって、まあ、オフで勝つにしろオンでキャラ大好きな方が効率いいのかなとは思います、ね、うん、ただまあやっぱ別ゲーなのは事実というか、別ゲーというと言葉が悪いんだけど、ね、言葉が悪いんだけどやっぱ違うのが違くて、その入力の遅延とかにストレス抱える人がいるのも分かるから、だからそれこそちょっと別ゲーみたいな気持ちで取り組んだ方が楽なんだよな。そうですよ。そうだから息抜きで別にやってるぐらいの気持ちでやった方がまたいいこともある、うん、気分的に、ね、でもなんかそうすごい、ね、僕もやっぱやってて苦しいから、苦しいゲームを一人進めるのってなっていう気持ちになる時はある。
それは苦しいわ。そう、俺最近ね苦しくない。12連敗ぐらいましたけど全然違う。いや、受け切れますね。マジで苦しくないです最近。なんかもう全てに最近感謝できてて。もう俺に感謝。路長さんにも感謝。マジで。この間15万円送ってもらったんで。感謝しろよ。それはダメだろ。感謝しなきゃ。もうね、本当に楽しくてしょうがない。対戦相手にマジ感謝。感謝です。支えてくれて仲間に仲間に進めることができる。成長させてくれるそのメイトル。成長圧倒的感謝、ね、圧倒的感謝。まああれですね、音符の上達論で言うとそのメイトはなんかやっぱ目標を持ってやった方がいいですよね。そのまあ二つある。目標を持ってやること、あと数字の上限にそんなに切れないこと。あ、てかそれで言うと数字の上限ね、数字を見せないようにする機能あるよね。あるあるある。 あれって数字見せないままマッチング上限100ができるんですか。できる。内部ではもちろんあるから、データが単純にそこ表示しないだけだから。でも俺なんか意外と連敗も楽しんでる風潮があって、俺どうしても表示しちゃう。そうなんかさ、一皮むけてるじゃん。だいぶ無理です高めに友達が見てるもん。スマメイターになってる、うん、ジャンキーじゃん。そう、あれがたまらないですよ。勝っても負けても嬉しくて、レートが上下する感覚が。で、常に感謝、常に感謝です。悟りを開きすぎじゃないかそれ。そう、野町さんさ、すごいサービス作るのうまくね。うまいっす。なんかさ、ちゃんとユーザーニーズを捉えてるというかさ、プロフィールに今のレートじゃなくてさ、その機能最高レートを載せるようになったとかもさ、あれ多くの人救ってるんだ。まあ俺は一応こんだけ言ってもないけど、一回言われたけど沼った人のやりきれない気持ちとかさ、完全にこう救い取ってる。あれすごいなって思った。180ぐらい差あります。この人ここまで強かったんだ。それはそれ恥ずかしいけど。ありすぎてね。そうなんかメンタル弱い人みたいになるから。2400はすごいよな。ミーヤさんね、俺動画見たんだけどめっちゃ強かったですよ。ムタマミーヤ見た。スタンディングオベーション。いや、シッティングオベーション。いや、そこ合わせてくれ。ちょっとそうだね。レートも2300超えるとめっちゃ増えましたね。そうね、割とインフレっていうか上がってるみたいな。こう見てみるとさ、2300超えてる人はさ、まあオフ行っても絶対強いって思うよね。思いますね。だから鳥食いさん2300行ってたすごい。鳥食いチャンネル、そう。鳥食いチャンネル俺ライバルだからね。え、そのなんか結構では触りそうだけど。いや、でも俺がレート2000達成した時は最後トリグリさんを倒した。あ、そうなんだ。その時までは拮抗してたんですよ。ああ、なるほど、ね、今俺は1600だけど彼は700はでかいな。俺はライバルだと思って。ああ、今では。ああ、分かる分かる。あの、俺戦績理論ってなんだけど、レートより戦績が大事っていう。ああ、思います。それは勝利何百勝何百回よりは、そう50何勝7敗とか。そう強いねー。お前は強い。多分ね、上の人とかでもそんな感じだよ。ミーヤさんとかもね、120勝30敗。強いねー。強いね。対戦中だねー。やってるね。やってるね。アンコールさんやってんならなんでカナンで負けるんだよ。帰国。でもアンコールさんのすごいとこはこのやり込みっすよね。もう本当に今季だけでも対戦戦すごいすごい中毒者だから。200戦はむずい。無理だよ彼ら。無理できない。トータル200戦でもなんかみんなさ、あれだね、ちょっと成績なんか悪くなってるね。やっぱ拮抗してきてるから。やっぱ2400とかまで行こうとするとこうなるんですね。あ、まあまあそれもあるから。なんか2000ぐらいだったら割と20勝ね、3敗とか。あ、まあ確かに20勝3敗ってなんだ。2000いけないの。ここら辺はもう見知った顔って感じですもんね多分ね。吉虎さんとかもね、勝率相当高いみたいな。この強そうだな。なんかスマメイトのページを見て強そうだなっていう回。この雰囲気強そうだよね。このページのね、倒した人間。コシャープさんってあんまり知らないけど、名前知ってんだけど、ロボ使ってる人って。俺もプレイはあんま見たことないです。あんま見たいけど、なんか戦績割とそのなんか結構頭一つ抜けてる人の動きしてるよね。強い人の戦績だ。そう強者のページ。トリグリチャンネル。トリグリチャンネルはすごいですよ。あー、強者これ見てください、この戦績からの数字。トリグリチャンネルは超強いです。ノーさん謝罪に来てました。笑っちゃいけないんだけど。笑ってはいけない。笑っちゃいけないんだけど。対比が将軍のスマメイトページ対比がすごいだろこれ。いや、もうこのうなずいちゃう。このグラフ
いやエイリアンドラゴン見まれるところだもん。エイリアンドラゴン嬉しい。エイリアンドラゴン何回やってもかねえな。そうだね、前でやったって本当そう、オンライン通り10杯ぐらいしてたんですけど、やっと勝ったんですよ。なんかね、負けに導かれるこの人、そうやってると。そういうの見るの楽しいよね。気分がいい。気づいたら30分ぐらい見ちゃうことある。データおもろいよ。そういうなんかデータベースをじーっと見てる瞬間好き。そう好き。まあそんな感じかな。スマメイト、うん、ってかオンラインオフラインに関しては、まあ、結論やっぱやった方がいいね。みんなやった方がいい、うん、まあ、オンラインは。ただ、まあ、どうしてもって人いるかもしれないけど、まあ、ズベコを言わず俺も含めてやった方がいいなとは思うから、うん、ちょっとだけ経験しましょう。ちょっとだけ。そうだ、ね、そう経験してんだから。エイリアンドラゴンに負けてんだよ。締めで使えなくなるから。そうだ、経験したで言ってるから。やった方がいいかなってのはやっぱやっても思うから、うん、まあそんな感じかな、うん、まあ、オンラインは非常に良いということで、はい、まあ、でもオフもガチ楽しい、オフがガチ楽しい事実も踏まえておきたい。確かに、うん、どっちもどっちもやろう。どっちもぜひ、はい、お疲れ様です。もっと採掘シビアにしてほしかったよね。素材完了、はいはい、要するにトロッコとかカナダコの消費量をもっと増やしてさ、うん、いやでもこんだけ開拓される設定ではなかったんじゃない、想定が。そうだね、難しいよね、キャラ調整こいつは。出たばっかりの時に俺がスティーブを使ったら、うん、ああ鉄なくなっちゃったってずっとなってたから、こんだけうまく全て何もかもやりくりされる設定ではない。どうなってもダイヤと復したらおかしくね。おかしい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 。これ使わないから。